動画、米倉良子のミニスカ後ろ姿が、私服が印象に残った女性芸能人。芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。広末良子と有名シェフの戸場修作氏のダブル不倫が報じられた際、広末のファッションも話題となった。印象的な女性芸能人の私服について、芸能取材の推も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。 芸能評論家見すぎ部以下見すぎ、広末、良子、さんのちょっと話が戻るんですけど、奇抜というか、セクシーな私服ファッションが結構最初話題になってて。タレント石岡舞以下石岡へえ、どんなのだろう。芸能ジャーナリスト佐々木広之以下佐々木あれあの写真見すぎそうですね。雲のホットパンツ。 佐藤健さんと噂になったの時は12センチのピンヒールに網タイツだった。芸能リポーター安倍かすみ以下安倍美脚。見過ぎ美脚推しなんですよ。安倍美脚賞を取ってるんですよ。そうそう靴の賞だったよ。その時取材しましたけど。佐々木足きれいですよ。安倍たきれいな、 美脚大賞みたいなのを撮ってるんです。見スぎサロドリジキさん。ちょっと芸能人の私服。タレコミとかでいっぱい見てきてると思うんですけど、ちょっとセクシーだった方はいますか私服ですよ、私服でね。佐々木中里沙さん。中さんを見かけた時は、車もちょっと派手な車だった。アメの黄色か何かだったかな。 しぼれいのかまろか何かに乗ってて、降りてきた人がなんかすごいね。色がカラフルで誰この人みたいに思った時があったので。見過ぎ前は、あの、朝野忠信さんとね、付き合ってた時も何回も撮られてますよね。阿部屋そうそう、撮られてた。道中も。佐々木彼女もすごかったし、米倉良子さんも。 石岡、イメージそんな感じ。動画、米倉良子のミニスカ後ろ姿が、私服が印象に残った女性芸能人。芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。佐々木向こうから歩いてきた、偶然表参道の交差点でなんかすごい素敵な女性が歩いてくるなと思って、目の前に来て、信号渡る向こうを向いたわけですよ。 後ろ姿がすごい綺麗で、携帯が鳴って撮ったんですよね。携帯をね、米倉ですって答えたんですよ。で、え、米倉涼良子さんって思わず横にずれて顔を見てしまったっていうのが。見過ぎ、事務所のオスカーが近かったんですよね。佐々木家があの変だったんですね。あの時の後ろ姿がすごい素敵だった。 ミニスカートとかちょっと丈の短い綺麗な足。見過ぎなんかセクシーな人とかいないんですか佐々木私服で目立つじゃないですか逆に、そんな格好で歩いてたら誰この人みたいに見ちゃうから。石岡、エビスマスカッツやってたので、やっぱりもうアスカキララちゃんとかすごいですよ。見スぎアスカキララさんって私服もやっぱすごいんですね。 石岡こんな大きいハットかぶって、見過ぎ舞台女優みたいな昔の、万田久子さんとか、石岡でっかいサングラスかけて、でも隠れ登場みたいな感じで、見過ぎやっぱそうなんですね。石岡でも彼女はめちゃめちゃ自分で頑張って稼いでる方なので、見過ぎやっぱアスカキララさんってそうなんですね。 マスカッツだと結構いますよね。佐々木みんな稼いだんだね。結構ね。石岡自分の体を売りにして。見過ぎ単体女優さんだったらギャラもいいだろうし。あと芸能人の方は車移動だからあんまり歩かないですよね。佐々木そうね、歩いている人あんまり会うときないですもんね。 割とみんなどっちかというと目立たないようにしている方が多いでしょ。だから意外とみんなこんな格好で、みたいな、私服はね、という人も多い。逆にそっちの方が多いけどね。奇抜なファッションの芸能人たちにはどこか納得する顔ぶれが揃った。動画、米倉涼子のミニスカ後ろ姿が、私服が印象に残った女性芸能人。 芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。